ヘルマン・フォン・ピュック・ラームスカウ公爵ヘルマン・フォン・ピュック・ラームスカウ。この頃からベルリンの芸術家や文学界の文豪らと交流し頻繁な訪問を受けるようになる。1822年には公爵に列せられる。また、プロシア政府から莫大な資金を送られている。その後イングランド各地や1828年にはアイルランドを旅し、 1829年に帰国。1830年、個人の手紙を、その後1834年に、造園のヒントといった著書を刊行。1834年から1840年には、オリエント諸国を回る旅を実施。船で、国海とドナウ川を経由して戻って、パリ、トゥーロン、ピレネー山脈、南への旅行と、アルジェリア、チュニジア、マルタ、ギリシャ、 クレタ島、エジプト、ハルツーム、メッカ、シリア、トルコを経て、ブダペストへと旅した。ロンドンには1851年にも訪問。さらに多く旅し、ピュックラー自身永遠の旅行者と呼ばれ、詩人ハインリヒハイネや、ブローニュの森の事業を進めていた、ナポレオン三世への越見ために、パリを訪れた。1815年から1844年にかけて、 設計した屋敷の庭園は、現在世界遺産のムスカウ公園として知られる。ナイセ川をまたぎ造園されたため、第二次世界大戦後、オーダーナイセセンがドイツとポーランドの新国境となると、庭園も二カ国に分かれる結果となった。英国式の庭園様式をモデルに建築家、カールフリードリヒ・シンケルと共に構想していたのであるが、途中の八百二十八年には、カウンタテナ直しに、 英国に渡っており、財政上の理由により当初の構想からは縮小し、実施していた。実際の構想までの完成は、後継者たちに引き継がれていくが、ムスカウ自身はほぼ完成した1845年には、オランダフリードリヒラに売却し、近くのプラニッツに引きこもっている。その間1834年に、自身の増援指針を表した。 アウデウツンゲンクスランドスケフツがあったネリーを観光。1842年にプロイセン王国の王子からの依頼でバーベルスベルク城庭園設計にも従事。1846年にはブラニッツ公園を設計し始めた。1871年に自身の島で制作し続ける。1850年までにゴッドフリートゼンパーに バロック様式に改装された農家のゲートウェイ改造を1858年までに行う。その後も様々な小屋、名屋、さらには刑務所の経済セクターまでさらなる設計のため経済基盤を固めていった。修猟小屋は完成後に自身の後継者であるプリンスフレデリックに授けた。発見される壮大な古い木々に囲まれた壁のわずか数遺跡は1970年代に 消失。1861年には、バーベルソベルクの庭を制作。1865年、自身が手掛けたブラニッツァーの公演を通じて、無秩序な鉄道事業に対し抗議し、その縁で1868年には、ブライのヘッドガーデナーに任命された。1871年、プリンスピュックラー死去。最後の日記の1870年12月に、芸術は、 生活の中で最も高く、最も気高い。人類の利益のために芸術がある。ために、私の強さは、私は、長い寿命を持っている、と、記述がなされている。自身の死に最新書が残される。大きな池の高くそびえる墓標の真っただ中に、川で忠実な君として、公園を望む、棺の古墳で1884年、ブラ公園の湖のピラミッドに埋葬される。 ピュックラーの土地所有権は、自身の甥い、カウントハインリッヒ本ンピュックラーに渡される。ありがとうございます。